現在地球上には1000万種以上の生物が生息しているという。その中で陸上の生物はわずか1割、その他実に900万種以上が海の生物ということになる。さらにその中で人間が観測できているのはたったの 5%、 つまり残り 95% は未知である。灼熱のニライカナイ。東京警視庁より入電。新宿2丁目で立てこもり事件発生。犯人は人質を抱えたまま屋上を占拠。ヘリ要求ですって。頭悪いな。捕まっているのは20代後半女性、同ビルの飲食店従業員。来るな！お前らバカにしてんのか。俺のことマジで殺すぞ。待ちなさい、テンション高いよ。ほら歌でも歌って。うるせえ。なんでもないようなことが幸せだったと思う。なんでもない夜のって違う。君じゃない、後ろだ後ろ。テンション下げて。はあ、嫌です。鮫島巡査が犯人に接触してしまったぞ。緊急事態発生。あのバカ。至急応援を頼みます。誰か止めろ。3つ選択肢をやろう。1つナイフを捨てて俺に殴られる。2つ命を捨てて俺に殴られる。3つ、まあとにかく俺に殴られる。よっしゃ、俺がお前の腕を切り落とすだ。首だ。からの、まったく君はいつの時代の不良刑事だ。道交法違反、住居不法侵入、器物破損に違法ダウンロード。いやスクショっすよ、現場の地図の。その喋り方からしてもう論外だ。現職の警官が今の時代コンプライアンスを無視すれば世間という警察が許さんのだ。しかし、じゃあ俺は明日からどうすれば。小笠原の島とかでのんびりすれば。早いな流れ。これが時代か。秒で左遷。もうダメなの？無鉄砲な警官が無茶しながらも犯人逮捕みたいなやつ。いや実際鉄砲は持ってましたけど。なんとか首は免れたんだ。気を取り直して新天地で頑張ろう。禁煙するか。申し遅れた。俺の名は鮫島ボイル。ハードボイルドをこよなく愛する刑事だ。どのくらい愛してるかって。見ての通りさ。モノローグだってハードボイルドだ。違う、鼻血じゃない。なぜ違う。常にエロいこと考えてるとかじゃない。仮にエロいこと考えててもそういう効果じゃない。鮫島さん。うん。お迎えに上がりました。姉ヶ島派出所巡査七瀬海です。よろ。おっと。失礼しました。すぐ弾けちゃうんですよね、敬礼すると。サイズに合ったシャツにしろ。よし、このモノローグやーめた。こっちはセミがうるさいな。そうですか。まあ虫だけはうるほどいますから。あれうちの畑。じいちゃんの缶も後で差し上げますね。缶も？さつまいものことですよ。炒めると美味しいんですよ。新しく人が来るって言ったら持ってけってじいちゃんうるさくて。やれやれ、畑に缶もにじいちゃんか。ハードボイルドとは程遠いな。でもよかった、島以外の人が来てくれて。どうしてもうまく操作できないんですよね、狭い島ですから。そうさ。あれ聞いてないですか。今ちょっとした事件で人員要請してるんですよ。イルカに育てられた少女。ご存知ありませんか。ちょっと前ニュースにもなってたんですが。ああ
カルト宗教に祭り上げられた女の子だよな。海の教団だったか。はい、実は今その少女をうちで保護しているんです。おいおい、マジか。公安が動くような山だぞ。海の教団事件、新興宗教団体による未だ不可解な謎の残る集団失踪事件。教祖二来家内は数年で海が溢れると人心を煽り、楽園への救済の道を説いた。そして神託の巫女となったのは、オツコトの姫と名乗る5歳にも満たない少女、本名不明。彼女がジュゴンやイルカと話をする姿がメディアに取り上げられ、教団はカルト的な注目を集めた。確か教祖と一緒に失踪してたよな、強制捜査の後に。ええ、幹部信者含め27人、船で楽園を目指したとか遭難したとかいろいろ噂になりましたけど、流れ着いたんですよ3日前。船がか。いえ、それが少女一人イルカに運ばれて。そんな足か。イルカです。いや、っていうか何もかかってないじゃないですか。だな。とにかくそのこと話してるともう本当としか思えないんです。どう考えても彼女イルカに育てられてる。やれやれ、何を言ってるんだこの巨乳ちゃんは。イルカに育てられた少女、おっぱいが。そんな設定今時三流漫画家でもやらんぞ。それともあれか、信者か。信者なのか。しかしこれはチャンスだ。これで未解決だったあの事件の糸口を俺が掴めば、また弾けないかな。ワクワク、ワンチャン新宿署復帰も。着きました。姉ヶ島署です。まさか今のが。はい、チャコちゃんです。パパって海にいると思った。なんだ、ちゃんと親もいるんじゃないか。と、いかんいかん、気を抜くな。こちらです。最初が肝心、舐められないよう挨拶しねえと。というわけで、今日付けで我が署に配属された鮫島巡査とオルフェウス警部補だ。オルフェウスです。もう何人かにはお会いしていますが、改めましてよろしく。特技は楽器とかかな。パパ上。そうそう、それとこっちは娘のチャコですな。そうきたか。イルカ、え、これイルカなの。着ぐるみ、なぜ誰も突っ込まない。島では常識なのか。っていうかイルカ階級上。鮫島君にはしばらくオルフェウス君の下について捜査に当たってもらう。よろしく。マジか。オルフェと呼んでくれ、相棒。てえ、イルカが相棒になりました。こんなところにいたのか、サメ。そして距離詰めてきた。タバコか。チャコの前で吸ったら殺すな。うっせ。くけけ、そう構えるな。何も取って食おうってわけじゃ。パパ上。バカ野郎、全然遅い。飛び込め、海にお前ごと。気配感じたら出発ボンだ。ボン。一つ聞いていいか。イルカって刑事になれるんですか。ぐぐ、こいつ。こいつには負けたくねえ。はい、こちら姉ヶ島派出所。何、立ち浜で当て逃げ。見てくださいよ、おまわりさん。ここほら、完全にこれ割れちゃってますよね。いや、よかったですよ、逆にこれだけで済んで。僕も首を痛めただけですし。うん、とりあえず運転免許証を見せてもらえますか。はあ、話聞いてました。こっちは悪くないって言ってますよね。被害者、被害者。あ、別に訴えようとかじゃないんですよ。あの、話は両方から聞きますから、まずは免許を。ありえねえっすわ。
田舎の警官って頭悪いんすね。はい、見た目で判断してますよね。いや、じゃなくて身元の確認です。形式的なものですから。あー、出た出た、あちゃー、形式形式ってまさにお役所仕事。もっとこうさ、心とか大事じゃない。マジ自分の頭で考えろっつーの。お姉さん、胸に栄養取られすぎなんじゃねえすか。逮捕。まあ待て、君この島には観光で。俺も今日来たばかりでね。暑いよね。名前教えてくれる？名前教えてよ。何こいつ、マミヤです。うん、住所は東京。壁ドンだ。東京のどこかって聞いてんだよね。一応ここも東京だからさ、そういう面倒くさいことしないためにわざわざ免許証見せてって言ってるの分かるかな。元チンピラだったのかな。分からない、頭悪いの。なんすかあんた、それでもおまわりかよ。はい、警察手帳。本官は頭のいいおまわりでありますからして。くそが、まるっきりやったじゃねえかこいつ。やべえよ、日本終わってるよ。免許なんて持ってないっつーの。つーか、これ盗んだ車だし、タピオカ飲みてー。ほら、次は間宮君の番だ。免許。いやー、どこにしまったかな。おい間宮、何してんの。行くぞ。待ちくたびれたんですけど。警察の人、すみません、急いでるんで。また後にしてもらえますか。お連れの方。先輩、仕事中なんですよ僕たち。動画の撮影。俺たち生配信とかしてまして、マシン5って割と有名なんすけどね。撮影？ええ、今も撮ってんすよこれ、ライブで。ライブで14万人ほど見てるんですけどね。へえ、そう。警戒するよね、そりゃ。ほらほら、もっとキレろよ。てめえら公僕は叩かれやすいからな。姉ヶ島の不良警官ガチギレってな。バズっちゃうよ。違法じゃないですよね。肖像権ないですもんね、確か。警察官ってそら来い。あ、そんなわけねえだろ。え、許可なく取ったら当然違法だ。ほらカメラよこせ。いやあんた、マンタ、あんた、何？見てわからんか、イルカのおまわりさんだ。撮らせて、撮りたい。絶対バズる。スマホ返して。おい、イルカこら、勝手に出てくんじゃねえよ。小魚でも追っかけてろ、てめえは。投げてやろうか、ボール。マジで頼むわ。え、ねえ、おい、今君らがぶつかった老夫婦に話を聞いたところだ。信号無視をした上にぶつかって逆切れしてきた君たちがドライブレコーダーにバッチリ映ってるわけだが。待ってください、それこそおかしくないっすか。肖像権。あ、許可なく取ったら違法って言ったよな。言った。あれ、おまわりさん、俺ら違法の映像じゃ納得できません。はい、論破。あのね、ドライブレコーダーが違法なわけないでしょ。あんたたちみたいに生配信でもしない限り。じゃ、そういうことで。ちょ、待ちなさい、コラ。逃げた。逃げましたよ。っていうか、何のんびり見てるんですか。追いますよ。あ、慌てるな、ちょうどいいじゃねえか。いや、いやさすがにそれは。通常日本の警察官が拳銃を撃つことはまずない。見ろよ、あいつ銃構えたのよ。威嚇のつもりか。撃てるもんなら撃ってみろバーカ。仮に正当防衛であったとしても、発砲した警察官にはその後厳しい疑問符がつけられる。それが最善の方法だったのかと。そして出世は遠のく。故にほとんどの警察官は拳銃を使わないまま退職を迎える。ほとんどは。え、嘘だろ。撃った。何の躊躇もなく。よく見ろ。え、あ、
確かに銃の扱いは慎重であるべきだ。だがな、撃つべき時に撃てないようじゃ何も守れないぞ。っていうか私、気づきすら。まあそう落ち込むな。俺の射撃の腕があればこそだ。ありがとうございます。いや、同時か。しかし奴からは横に移動する車だ。難易度も跳ね上がる。野郎、そのタイヤ部分をピンポイントで狙いやがった。え、なんでもねえよ。もしもし、生きてますか。何、痛い。よし、痛みは生きてる証拠。手錠足りる。いいところに気がついたな。全然足らんわ。なんなんだよお前ら、本当に撃つとか。の、全然元気じゃん。絶対訴えてやるからな。そうかそうか、いい絵撮れたか。え、最高か。一つ言い忘れてたけどな、この島ほぼ県外らしいぞ。あ、生配信とか。どうしてもしたいなら本土に帰るな。マジで。うん、そうか。着任早々二人して発砲を。バカなの。こいつが先に寄りました。こいつです。ヒャッハー言ってました。もういい。小笠原。そう、じゃあもう会えなくなるわね。でもまあいいんじゃない。思ってたのよね、この町は鮫島くんには狭すぎるって。ま、確かに広いは広いけどな。サメ、チャコも思ってた。海は広いな、大きいな。マジでか、偶然だな。分かったからあっち行け。親父にまた殴られちまう。サメにぴったりだと思う。チャコはさっき見抜いた。ああ悪いやついっぱい捕まえる。パパ上と同じ世界一のおまわりさんだ。悪いやつがいればな。いるよ。悪いやついっぱいいるよ。盗撮するカメとか、万引きするマンボウとか。大群だ。でもパパ上とサメがショッピク。ワクワクすんな。そりゃいいや。でもお前、世界一が二人いたら世界一じゃなくね。あー、それな。最後は拳で決める。昭和。東京から南へ 1200km。 こうして俺の灼熱の受験簿は。パパ上はチャコを逃がしてくれた。だからパパ上。うまっ、それ重要なやつ。始まった。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。